藪の中は、芥川龍之介の短編小説。書室は、新朝1月号、書簡は、将軍。今弱物語集を下敷きにした、いわゆる、王朝仏の最後の作品であり、芥川の作品中でも、屈指の数の論文が書かれている。平安時代のある藪の中を舞台に、 殺人と交換という事件をめぐって4人の目撃者と3人の当事者が告白する証言の束として書かれている。それぞれが矛盾し作うしているために真相を捉えることが著しく困難になるよう構造化されており、まだ真相は見出されていない。その未完結性の鮮烈な印象から、証言の食い違いなどから真相が不分明になることを、称して、ヤブの中という言葉まで生まれた。 研究全史においては、誰の証言が最も真実に近いのか、芥川の真意は、どこにあるのかということが争われたが、近年では、芥川は、本来一つの真相へとまとめ上げることを意図していた、わけではないという見方が多く、藪の中論そのものを論じたり、小説内における語りや、それに貫かれている行動を論じる研究が展開され、始めている。 また、根弱物語の他にも、ビアス、月明かりの道、ブラウニング、指輪と本などとの類似が指摘されている。ヤブの中で、男の死体が見つかった。ケビー氏に尋問された証人たちの証言、続いて、当事者の告白がなされる。ヤブの中は、根弱物語の一説話を題材にした、王朝仏であり、具体的には巻二29代23話、具裁行。 丹波国大大鉱山ひいましめ語がそれであることは、吉田誠一によって、早くから指摘されていた。芥川は、藪の中を最後に、王朝仏を書いていないが、これは、芥川の考える芸術としての小説感とこの、小説が読者に知る、あまりにも混沌とした読みが合わなかったことを伺わせる。また、複数の人間の証言を羅列する形式。 霊能者を介して死人が証言する点は、アンブローズ・ビアスの月明かりの道の影響が指摘されている。他に、作者不明の、ポン・チューハクの娘、ブラウニング、指輪と、本、ビアス、感動量、レニエ、復讐、オー・ヘンリー、運命の道、ルイジ・ピランデルロ、魚医に任すなどについて、比較の試みが行われ、特に、ブラウニング・とビアスに関しては、 意識的に下敷きにされたことが確定しているとの声もある。藪の中研究の初期においては、影響関係に関するものを除けば、藪の中を研究するということは、事件の真相を明らかにしようと試みることにほぼ等しかった。発端となったのは有名な中村光夫と複雑田ありの間で交わされた論争である。中村が、すばる総監号において、 真相が与えられないことを事実が整理されていない、点に求め、それを公正の不備であるとみなして、活字の向こうに人生が見えないと否定的な評価を下した。それに対して、福田は文学界10月号で、そもそも事実というのは第三者にはわからないものであり、また三人の証言は事実ではなく、三様の自己激化を経た心理的事実を語っているため、 矛盾していても問題はないとした。しかし福田は真相を必要としない超然とした態度を見せたようでいて、この後で結局は矛盾を嫌い真相を再構成している。そしてこの論争に割って入った形の大岡翔平の弁護により、藪の中論の真相を求める傾向に火がつくことになった。福田は真実はわからないものだというのが、 藪の中の主題であるという前提に立っているため、真相探しはどうでもいいことかもしれないが、これは対象たる作品の虐殺ではないだろうか。大岡翔平、芥川龍之介を弁護する事実と小説の間、芥川龍之介川で処方審者、文芸特本、1975年、P95 五こうして、真相探しは研究の上で、避けることのできない問題となり、 三人の証言や、転居を突き合わせ、細部を検証して、無数の論文が書かれ、同時に同じだけの真相が語られた。そのような流れが劇的に変化したわけではないが、三島譲るやエビーエージらによって、事実の再構成は、単なる推理ゲームであり、そもそも、ヤブの中は、原画を描いているという主張がなされ、芥川は、本来一つの真相へとまとめ上げることを意図していた。 わけではないという流れが生まれた。こうして真相そのものではなく、なぜ真相探しが頓挫するのか、どのようにして真相の解釈が命じられるのかといった方向へ研究が進んでいる。藪の中は、黒沢明により、羅生門のタイトルで映画化された。以下、同作により提示された事件の真相である。激しい雨の中、荒廃した。 ラ・ショで甘い宿りをする男二人に対し、キコリが語り部となって、藪の中が語られてゆく。原作では、死体の第一発見者に過ぎなかったキコリは、映画では、ことの天末を目撃した唯一の人物となっており、その目撃談が最後に語られる。それによれば、盗人は手ごめにした武士の妻に情が移り、土下座して求婚する。しかし、妻はそれを無視して、 武士の縄を解いて助ける。ところが、武士は、恥ずかしめを受けた彼女を、武士の妻として自害するように迫った。すると彼女は笑い出して、男たちの自分勝手な言い分をそしり、決闘して勝った方に従うという。武士と、盗人は互いに刀を抜いて退治するが、実は、離れしておらず、へっぴり腰で無様に切り合い、最終的に盗人が優勢になり、武士にとどめを刺す。 ところがその間に妻は逃げ去っていた。この木こりの目撃談により、映画では、証言者は、おののの保身のために嘘をついていたという一定の結論が出されている。以下、藪の中を原作と掲げている映画作品を並べて記す。その他、ラ・ショモンを経由する形で、例えば、アランド・ブイ・コール・グレー脚本、アラン・デネ監督の、去年、マリエン・バートで、 などの作品にも影響を与えている。また、羅生門硬化という用語も生まれた。クリーが制作する朗読演劇シリーズで舞台化された。極上文学第4弾、ヤブの中、小野賢章、津田健次郎、相川太陽、松本博也、青井翔太、玉城博識、藤原助ケ林修二ビアスは芥川が初めて日本に紹介した。ありがとうございます。